また会ったわね。お兄さんと合流できたんだな。そんなところだ。正確には少し違うわ。私のいる場所に来たのはお兄ちゃんの意思じゃないもの。偶然が重なった結果ね。私にはどうしようもないことだけど。エドラ、それは。だからといってこれが原因で元の世界に戻ってから私のところに来られてもね。自分の舵は自分で取る。それが私の知っている兄だから。兄というのは多かれ少なかれ勝手な部分があるものだ。要は信じきれるかどうかだ。私のお兄ちゃんはこんな出来事に左右されないわ。だから今の時間を特別だと思うことにしたの。エドナから聞いた。お前たち集団で妹に挑んだそうだな。嫌な予感がしてきたぞ。やはりお前たちは許せん。俺たち兄弟の信じ合う力受け止めたなら話を聞いてやる。兄弟が信じ合うのと戦うのとどんな関係が。兄弟で力を合わせたいという思い、その気持ちは痛いほどわかる。叶うなら私ももう一度。キサラ未練を断ち切るにもいい機会だ。その挑戦受けて立とう。
けには。私も混んで試してみた。冗談言ってる場合じゃないわよ。この必ず報いよ。さあ、取り込め。負けには。バカはなかった。怪我するわよ。もう手遅れだ。これでいける。させないから。スーパーミスター、あの動き。大技が来るぞ。よし、獣王は無人な術。兄の上空からの強襲、完璧だ。遠慮したい感じだ。
演武曲とや。ところか。Let's go!
よく受け止めたな、俺たち兄弟の信頼の力を。負けたからあまり偉そうなことは言わないけど、認めてあげてもいいわよ。思いっきり言ってるっての。君たちの世界で戦えば違う結果になるのかもしれん。我々も勝てたからといって満身はすまい。ああ、二人とも強かった。だからそれは褒め言葉にはならないでしょ。この時間には感謝しているけど。エドナ、話しぶりから察するに二人は元にいた世界での時間が違っているのか。そういうことになるわね。細かい説明は面倒だからしないけど。何の意図かはわからないが、ここは世界と時間の狭間につなげられた歪んだ場所だ。もともと我々の世界の不始末だ。巻き込んだことをお詫びする。もっともそのおかげで妹に会えた。不幸と幸運は紙一重だな。必要なものはこれでしょ。持っていくといいわ。よかったら一緒に来ないか。二人が来てくれたら楽しそうだ。申し出はありがたいが、俺たちは元の世界でやるべきことがあるからな。いずれは戻るつもりだ。だがその時まで募る話をさせてもらう。ここでの記憶が残るかはわからないわ。でもお兄ちゃんと会えたから。そうか。まだまだ上を目指す。